全身麻酔にて使われる器具の一例全身麻酔は麻酔方法の一つ。手術する部位のみを麻酔する局所麻酔に対し、全身麻酔は脳を含めた全身を麻酔するため意識が消失する。全身麻酔が薄れるまでの間、患者は異変を訴えることができないため、麻酔会が患者のそばで注意物く監視、観察する必要がある。全身麻酔の長所は、 あらゆる部位の手術に用いることができ、麻酔の目的として鎮静、筋歯間鎮痛、有害な副交換神経反射の抑制が挙げられるが、全身麻酔はこれらの条件をすべて満たす。2世紀から3世紀に書かれた三国史には、中国語漢末期に花田が、アサニエさんという麻酔薬を用いて、手術を行ったと記載されている。この、アサニエさんは、 全身麻酔薬であろうと考えられているが、どのようなものであったかは明らかではない。正確に確認できる全身麻酔の記録としては、文化元年10月13日に花岡青州が行った乳癌の手術が初出である。この時用いられた麻酔薬、通り線酸は、朝鮮朝佐に鳥リカブトや陶器などを配合した薬品であった。西洋では1846年に、 アメリカでウィリアム T.G. モートンが行ったジエチルエーテルによる手術が初の全身麻酔手術となる。エーテルは取り回しに難があったため、すぐにクロロホルムに取って代わられた。1934年にアメリカのアーネスト・ボルワイラーによって開発されたチオペンタールは現在に至るまで全身麻酔薬として使用されており、風のエッセンシャルドラッグにも指定されている。 なお全身麻酔のうち、なぜ吸入麻酔が効くのかについては、21世紀に入った今でも作用基準がわからないままである。以下、典型的な回復手術を想定して、概略を述べる。ただし、術前の合併症や、年齢、性別、体重など、患者の状態に応じ、異なる手順が用いられる。まず、円滑に麻酔を行うために、手術室入室前に、 薬剤投与を行う。現在は麻酔薬そのものの有害作用が軽減したため、成人では全投薬が行われないことも多い。全投薬には、唾液分泌、気道内分泌の抑制、有害な反射の抑制のために、アトロピンやスコポラミンといった抗コリン薬を用いる。また不安の除去、鎮静、催眠の目的にジアゼッパムなどを投与する。これらは、以前、 病室にて投与を済ませておくことが多かったが、近年は、疼痛や合併症を伴う筋肉注射による副作用を避けるため、手術室入室後に投与することもある。手術室に入室し、末梢状脈ルート確保の後、硬膜外麻酔を実施する。硬膜外麻酔用のカテーテルは、術中だけでなく、術後の鎮痛にも用いることができる。 そして十分な酸素投与を行う。次に、患者を入眠させるために、主に静脈麻酔薬であるバルビツール酸系や、プロポフォールと合成麻薬であるフェンタニルやレミフェンタニルを組み合わせて、用いる。患者の入眠後はマスクにより軌道確保、人工呼吸ができることを目視で確認し、筋子管薬を投与する。筋子管薬としては、ロクロニウムが用いられることが多い。 筋弛緩薬の効果が得られたら、より一層確実な軌道確保のため、機関相関を行う。その後は、人工呼吸関連機器を作動させる。導入後は、吸入麻酔薬であるセボフルランやデスフルラン、または、静脈麻酔薬であるプロポフォールを持続的に投与し、麻酔の効果維持を行う。かつては、麻酔科窒素が用いられたが、近年では環境への影響や、 術後に大きい応答を招くことから敬遠されることが多い。手術終了予定時刻もしくは、その進捗が終わりに近づくと、それに合わせて麻酔薬を徐々に減量し、施行者が手術終了を宣言することで、その量を完全に止める。その結果患者の意識が次第に回復するため、手を握ることができる、深呼吸ができる、目線を動かすことができるなど、 筋弛緩薬の効果の消失、麻酔薬による呼吸抑制の有無などを確認し、条件を満たすなら、気管チューブを抜去する。そして十分な確認の後、病棟へ帰出させる。患者の状態、手術の内容を吟味し最適な麻酔方法を検討する。手術対象の疾患のみならず、これまでの病歴、合併症、基礎疾患についても、 家族などに聞き込んで評価し、投薬する麻酔の種類を選出するための判断材料として定めていく。アメリカ麻酔科学会では、全身状態を6つに分類しており、ASAPS と呼んでいる。手術前の ASAPS と呼ぶは相関することが分かっている。通常の待機手術であれば十分な時間をかけた、術前評価が可能だが、緊急手術では、 不十分になってしまうことが多い。実施する予定の手術方式や患者の状態に応じ適切な麻酔方法を選択する。全身麻酔単独ではなく硬膜外麻酔や伝達麻酔など他の麻酔方法を併用することもある。合併症、基礎疾患によっては使用できない薬剤もあるためよく検討する。患者を訪問し診察や問診。 実際に行う予定である麻酔方法の説明などを行う。手術前の患者はいろいろな疑問、不安を抱えている。これらに真摯に耳を傾け、的確な説明をし、不安を取り除く。術前訪問は患者の状態を自分の目で確認し情報を得ることのみならず、良好な医師と患者の関係を築く第一歩となる。日本の麻酔説明パンフレットを ドイツのものと比較した報告があり、それによると、日本の場合は麻酔の併発症による死亡率について記載されている。同文献に例として挙げられている表は、下記のように患者が記憶しやすい一桁の数値を表として自然に注意がいく形になっている。しかし、日本の麻酔説明パンフレットは、病院によってページ数やどれだけ多くの数値が記載されているかに、 バラつきが見られる。もっぱら用いられるのは以下の3種類の方法である。静脈麻酔薬としては、プロポフォールや、チアミラール、チオペンタールなどのバルビツール酸系、ミダゾラムなどのベンゾジアゼピンが用いられる。プロポフォール、あるいは吸入麻酔薬を持続投与して麻酔の維持が行われる。近年のバランス麻酔では良好な鎮痛と覚醒を得るために、吸入麻酔薬や、 プロポフォールなどの鎮静薬を少なめにして、オピオイドを主体とした全身麻酔を行うことが好まれる。硬膜外麻酔を併用した場合、鎮痛薬も鎮静薬も少なくて済み、自己調整鎮痛法の PCA による鎮痛も非常に良好である。筋弛緩薬も減量できることが多い。2007年に日本で発売されたレミフェンタニルは短時間で作用し、 長時間多量に使っても、直ちに効果が消失する理想的なオピオイドであり、これにより麻酔維持がオピオイド主体に変わりつつある。しかし、術後鎮痛が新たな問題となっている。基本的には、術中はバイタルサインと手術の進行具合を見ながら、麻酔の深度が適切であるのか、鎮静、鎮痛は十分か、出血量はどうか。 輸液の量や尿量は適切かといったところを考えながら全身管理をしていくこととなる。麻酔中は熱喪失の増大と熱酸性の低下および体温調節機構の四季低下により低体温症になりやすい。終日期における低体温はよく見られる症状であるが、摂氏三十六度以下になると出血量、湯液量増加、出血、凝固系の異常、 術相部感染率増加、心筋拒血発生率の優位な増加などをもたらす。例外として、急激な血圧低下時などでの低体温は、脳保護的に作用するが、極めて限定的である。また、体温をモニターすることで、悪性高熱症を発症した場合、迅速に処置できる。中枢神経や重要臓器の温度は、体の中心部から血液を胴体として運ばれ、 様々な部位の温度変化が観察できる。いずれの部位も増器の温度以外に様々な影響がある。以下は突起のないものは、修術器管理、チームテキスト第3版より、前頭部から導出された脳波を利用することが多い。その理由としては、前頭部から導出された脳波は、麻酔によって臨機応変に変化し、髪の毛がなく、電極を配置しやすいことなどが挙げられる。 BIS モニター、BIS 値を見るモニター。BIS 値は、平坦な脳波の場合に例、最も覚醒している状態を100として表示する。一般的に、80以上の場合には、覚醒、60から80の場合には、浅い鎮静、40から60までの場合には、手術麻酔に適したレベル、そして40未満は、新麻酔とされている。EPEX モニター。 耳にイヤホンを通して、クリック音を発生させ、頭部に数個の電極を調布することによって検査し、麻酔振動を評価する機器。e p e x は、144マセックまでの EAP 波形を、基本情報として算出した数値を表示する。EAP が完全に平坦な時に例、覚醒時には100に近い数値を示す。BIS 値やイープ値は絶対値ではなく、推定値であり、 現時点での鎮静度の評価の一つである。それゆえ、実際の鎮静度とは代償なりの乖離が認められることもある。その原因は以下の通り。鎮静度の乖離の原因麻酔薬を止め、意識が回復し、筋弛緩作用からの回復も十分で、一回間気量、呼吸回数、十命可能であるなどの条件を満たせば気管チューブを抜くことができる。これを抜管という、 ただし、この状態でも筋弛緩薬の効果は、ある程度残っているため、アセチルコリンエステラーゼ阻害薬であるネオスチグミンと、ムスカリン作用を抑制するための硫酸アトロピンを投与し、筋弛緩薬のリバースを行う。リバースを行う場合、筋弛緩薬がある程度自然に招待していないと、細菌弛緩が発生するため危険である。抜管後、患者を観察し問題なければ、 気質させる。麻酔覚醒により、疼痛や低体温などに対する血圧上昇、身部類などによる体温調整を行う、生理現象などの生体反応が顕在化してくる。覚醒させる前に、体温、疼痛管理、呼吸循環状態などが、覚醒可能な状態に安定しているかどうかを評価する必要がある。全身麻酔中。 体温の保持を積極的に努めないと次第に低下し続ける。それを防ぐために手術終了に向けて通常の体温保持に加え室温を上昇させさらなる体温上昇を目指す。予想される濃度や時間を超えて意識や反応が回復しない状態を覚醒遅延という。ここでは全身麻酔でよく使われる薬を述べていく。 吸入麻酔薬です。フル卵状無薬麻酔薬、小圧薬、高圧薬、血管拡張薬、交不性脈薬がある。小圧薬、高圧薬、血管拡張薬、交不性脈薬、心拍数のコントロール除脈に対して、貧脈に対して、心室性不正脈に対して、全身麻酔の3要素として、鎮痛、鎮静、筋弛緩が挙げられる。 かつて用いられていたエーテルのような麻酔薬では、単一薬物で酸要素を満たしているように考えられてきた。このため、麻酔深度という一言で麻酔レベルが表現されてきた。しかし、現在の全身麻酔薬は導入、覚醒が早い一方、麻酔の要素のいずれかを持たないか、持っていても弱いことが多い。したがって、単一で全身麻酔の酸要素を満たすことは、 現実的ではない。さらに、深いレベルの鎮静によって、手術侵襲に対する循環系の更新が抑制されていても、サイトカインやカテコラミンなどで表される神経内分泌反応は抑制できないことが判明している。そこで、現在は3要素のそれぞれが、指摘レベルになる、要鎮静、鎮痛、筋弛緩薬を投与するバランス麻酔が主流になっている。 なお、硬膜外麻酔などの神経ブロックを併用することによって強力な鎮痛や筋弛緩を得ることも可能であることから薬物だけではなく局所麻酔法を併用することもバランス麻酔に含まれている。なお、麻酔薬を併用する場合には薬物相互作用を考慮する必要がある。揮発性麻酔薬にア酸化窒素を併用する場合には MAC は効果的であるが 異なる受容体に作用する薬物の併用時、例えば、プロポフォールとオピオイドなどにおいては、相乗的に働く。全静脈麻酔は、全身麻酔を静脈麻酔薬のみで行う麻酔で、あるが、講義では揮発性麻酔薬やガス麻酔薬を用いない方法と捉えられており、硬膜外麻酔などの神経ブロックを併用することも、含まれている。対話は、 クロポフォールとフェンタニルの組み合わせで行われてきたが、超短時間作用型オピオイドであるレミフェンタニルや、蓄積性のより少ない非脱分極性筋弛緩薬で、あるロクロニウムの登場により、思考頻度は上昇している。タイバに用いられる、鎮静、鎮痛、筋弛緩薬はいずれも作用発現が早く、持続時間が短いことに加え、強力な作用を有していることから、 全身麻酔薬の調節性が向上した。タイバの利点は、揮発性麻酔薬などによる、オゾン層破壊といった、地球環境への影響がないことと、アサンカチッ素使用に伴う、腸管膨大作用や閉鎖空の問題を回避できる、ことなどがある。ラトは、ニューロレプト鎮痛、または、ニューロレプト麻酔の略称である。ニューロレプト鎮痛では、 神経遮断薬と鎮痛薬を併用することにより、患者は周囲に無関心な鎮静状態となるが、意識は消失しない。ニューロレプト麻酔では、ニューロレプト鎮痛にア酸化窒素を併用し、意識を消失させる。ラには、原法と変方があり、原法では、ドロペリドールとフェンタニルを用いる。変方では、原法以外の組み合わせが用いられ、 ベンゾジアゼピンと気候性鎮痛薬を併用することが多い。ラの特徴として、循環抑制作用が比較的軽度であることが挙げられるが、脱水患者などでは注意を要する。また、術後まで鎮静、鎮痛作用が持続することや、術中に指示動作が可能な点、ドロペリドールを用いる際には強力な生徒作用を得られる点が挙げられる。しかし、欠点として、 鎮痛、鎮静レベルを推定することが困難であることや、手術侵襲による血圧上昇、頻脈がある。この麻酔法は薬剤添付文書や教科書には記載が見られるが、2018年現在では憲法、変法ともにほとんど施行されることがなくなっている。理由としては、ドロペリドールには半減期が長く、衰退外路症状や QT 延長の副作用がある。 こと、フェンタニルはレミフェンタニルよりも調節性に劣ること、アサンカ窒素は閉鎖空の内圧を上昇させること、ベンゾジアゼピン系や拮抗性鎮痛薬は調節性に劣ることなどが挙げられる。しかし、意識化相関時には、ラは、その呼吸、循環抑制の少なさから、良い適応となる場合がある。ありがとうございます。